10時半だにゃだにゃだにゃ。どこやったっけな。今日眉毛も描いてないです。ちょうどすっぴんだ。アイラインした子ウケるよね。眉毛描いてないのにアイラインめっちゃザ・アイラインになっちゃった。アイラインは基本的に目尻しか引かないです。私あまり目が大きくないので全体に引くと、あと奥二重なので割とくきり二重じゃないので引くとなんかちょっとなんかうって感じになっちゃうから割と目尻にしか引いてないです。だっちゃだっちゃ。お目目クリクリありがとうございます。最近よく寝るのでお目目バッチリです。キラン。そうこのパーカー本当によく着るはい、パーカー紐ないね。ないです。パーカー紐ない。ゆきりかが滝野さん早起きですよね。あ、そうゆきりかにこの前ね、てかゆきりかに2回当たった私。あとはあれだな、そうきらめきになったとかゆきりかに。あとはこの前5時過ぎ朝の5時ぐらい5時台に当たったゆきりかと。そう私のなんか七並べなんか iPad でやるからかな、なんか今日 iPad がなんかちょっとあんまり調子があんまり良くなくって、うん、今日はおきぽと誰に当たった、誰かに、あ、ソラハに当たった今日。あとユナユナに当たった、あのメンテナンス終わってすぐぐらいに。そうマッチングした後にできなくなる、対戦が終了しましたみたいな感じで、うん、だから今日当たった人でなんかそう反応なかった人、私多分入れなかったやつ、それ申し訳ない。ランキングは11時ぐらいから読みたいなって思います、うん、そういえば最初反応なかったか、そうなんか最初入れなくって、入ったら入れるみたいな感じ、もう一回入ったら入るみたいな感じが多かったな今日。だからなんか今だから今携帯でやってるんだけども、携帯でやったら落ちないんだけど、うん、だから後半は落ちなかった、そのメール送り切ってあの9時の後半は携帯でやってたんですけど、の時は大丈夫だった。
です。ね、トレジャーボックス、私の大好きなイベントの一つ、トレジャーボックス。本当に存在するのか、チャ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 ン、テレー。今日で4月も終わりだね。本当に終わりだね。ハートが欲しい。私はね、ハートよりやっぱコインかな。コイン。コイン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 。決めてコインとす。チャチャラ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 チャ。実はちょっと書き足しなんです。ちょっと待ってね。今日11時から第28回指名イベントランキングの1位から100位の方を読むとともに、この数時間前に始まった第29回指名イベントランキングの大速報を読みたいと思います。はい、ぜひ。一度ぐらい100位になってみたい。そうだから、そういう人いるだろうなと思ってやってる。なんか最終的に100位入るのが無理だったとしても、なんか、あ、この人また的締め変えてる。そう、ステータダッシュ決めないとね。そう、なんかで最終的には無理だったとしてもね、なんかこっちの方がハードル低いよね、最初に速報入る方が。なんかそう、私が読むって知ってて推しメン変えてるのかな。地味に傷つくよね。なんか怒るとか責めるとかじゃなくて結構傷つく。あとは待ってね、20位から11。そう、3ヶ月連続
で1位だったので、3ヶ月連続100位以内に入ってた方は、全メンバー1回でもやればポイントもらえるからさ、俺もやってるし、それはなんか俺もやってるからいいっていう問題なのか、ちょっとよくわかんないけど、別にそしたら推しメン変えなくてもよくない？そう、もらった、私ももらった、あれシークレットじゃなくてスーパーレアのカードなんだよね、セットしてます、スーパーレア、そうもらった、スーパーレア、私が今飲んでるのはじゃんみちょを炭酸割りしてます、お酢ですね、果実のお酢を、めっちゃ唇についちゃったけど、なんか市販の氷が入ってるやつに入れて飲むのが好きなんですけど、毎回これ買うとこれ100円ぐらいするから1回ちょっと出費があれなので、洗って自分で氷入れてる、なんか普通に入れ物買えやって話なんだけど、そう、なんかうん、めっちゃ唇についちゃうけど、ここが空いてるからこっからの、なんか私あんまりなんだろうな、そうなんか蓋ついてた方がいいんだよねコップって、なんかなんだけど、なんかわざわざ蓋開けてでもなんかあれだし、だからこれがちょうどいい、このだからこの形の入れ物は買えって話なんだけどそう、たまたま見かけたこれがにハマっちゃって、なんかそのまま使ってるって感じです。そうタンブラー買えって話なんですけど、あとお風呂とか最近長風呂することが多くって、お風呂とかでもこれ蓋あったらなんと水入んないし、うっかりあとかしてもなんか別にどうってことないし、好きです。あ、確かに車の中でもそうかもね、まだこれを買って車に乗ったことないんですけど、うん、だから最近氷を作るようになった、ここ何日かっていうかおうち時間で、今まで氷を作ることがなかったな、あんまりなかったんだけど、最近はこれのために氷を作ってる、うん、うん、自動でできるやつじゃなくて自分でなんかパカパカってやってってやるやつです、自分でやらないときて、お、すごい22日目毎日アイドル、にゃんにゃん、これはコンビニで買った方が簡単で美味しいと思う、まあ別にそう思う人はいいと思う、でも私はなんか、ちょっとお金かかるしそれだと出費がすごそう、それがね一番いいんだけどね、美味しいよねコンビニの氷って、水道水、あ、私はねウォーターサーバーがあるんですよ、うちなのでその水でやってます、あんまり水道水はあんまりちょっと飲みたくない人なので、あんまり水自体好きじゃないんだよね、だからウォーターサーバー買ったら水飲むようになるかなって、なんと、あ、知らなかった知らなかった、それね、しかもね結構前買った時ココアに怒られた、私寝れない時があって夜中にこう見てて、夜中のテンションで買ったのウォーターサーバーを
なんか水飲みたいなみたいな感じになって、でなんかその時期なんか水飲まなきゃみたいな感じになってて、でもなんか水道水とかあんまり好きじゃないし、なんかウォーターサーバーあったら私水飲むようになるかも、いやでも高いなみたいな、ちょっと値段するなみたいなので、いやでも、まあなんか買ったら一生使えるっていうか、まあね、水買うよりコスパいいし、そう1日2リットル飲みたいみたいな時期、水買うよりコスパいいし、長い目で見たらなんかお得かもなと思って、買おうみたいな感じで夜中に買って、ココアに、ね、昨日夜ウォーターサーバー買ったんだって言ったら、ほらって怒られた。そう、夜中に買うけんやって。これは今炭酸水入れてるけど、割とその水で割って飲んだりするみちょ。味違う、なんか水素水飲んだことないからわかんない。お湯も出るんだけど、なんかお湯の出し方が分かんなくって言って、お湯ボタンあるんだけど、なんか設定しないとお湯を作ってくれないのなんだけど、なんか分かんない、なんかお湯を沸かしますみたいなボタンを押したら水が出なくなるの。なんかで1日待ってもお湯も出ないし水も出なくなるから、なんか水しか使ってない。しかもその隣にあのケトルがあるから、もうなんかあったらケトルで沸かしてる。ウォーターサーバーの水をケトルに入れて、あ、若干ぬるいんだ、へえ。だからそっちの方が早いし、必要な分だけ沸かせれるから。いやなんかね、説明書読んでその通りにやってるんだけど、なんかできないの。なんでだろう。に説明書読んでも、いや説明書好きなの私だから、よく読んでその通りにするんだけど、なんかで、あ、ちょっとこれは電話しようと思って、なんかお湯出ないんですけどって言おうと思ったんだけど、すっかり忘れちゃってて、しかもこれ買ったのね1年前ぐらいかな、1年前じゃない、夏、去年の夏ぐらいかな、だからなんかそう結構経ってる。それからしかもあんまり私正直家に帰ることがなかったから、あんまり飲むことなかったんですよね。そうだから別に、まあ、ましてやお湯使うこともないし困ることがなかったから、なんか、そう別に水出ればいいかなって感じ。10987書いてるよ。
ウォーターサーバーボコボコ言うよね。あ、言わない、うち言わないな。うん、でもなんかウォーターサーバーって言ってもなんかその立て出すやつじゃなくて普通机に置けるこんぐらいのやつなのね。だから友達来た時に一回なんかコーヒーメーカーかと思ったって言われた。そんぐらいの大きさ、そんなに大きくないです、そんなに大きくない。サーバーおすすめ、まあ自分が水飲みたいならおすすめですよ。でもその水が送られてきてたんですけど、毎月過去形なんですけど、これはあの家に帰んないものだから水を受け取らない、水を飲まない、水溜まってくで1回電話が来て、1ヶ月帰らなかった時にその1ヶ月荷物を受け取ってないから宅配ボックスからなんか電話が来て、あの水受け取られてないみたいなんですけどまだって言われて、あすいませんまだ全然家に帰れてなくて次の水どうしますかって言われて、あでもいいですって言ってそこでそこで毎月のやつが終わった。だからまたじゃあ必要な時にあのまた連絡してくださいって言われて、それまでは毎月来てたけど1ヶ月分みたいな感じの量がなんか本当に帰んないから受け取らないし、あと帰んないから飲まないしみたいな感じで、うん、だからその分を今飲んでるって感じですね。うん、でもまだこんぐらいの段ボールで来るんだけどが4つあるあとは結構重いんだよねあれ。だから家にいたらあの持ってきてくれるんだけど、その入り口まで、あ宅配ボックスって1階にあるじゃないですか、だから自分で持ってこないといけない、自分の部屋まで。だからめちゃくちゃ重たいんですよ。でそれをだいたいキャリーケースを引き連れて家に帰った時に、あ水来てると思って開けちゃって、うわ水じゃんこれどうやって持ってくの上までってなって、いやキャリー重たいのに今宅配ボックス開けちゃったみたいな、そうなんかそう宅配ボックス来てると思って開けたら水みたいな感じで、いやこれうわーと思ってキャリーの上に乗っけてこうゴロ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 、そう台車が欲しいってなる、結構な重さですね。キャリーもなんかこの前空港で測ったら普通20キロぐらいあった。キャリー1ヶ月ぐらい泊まるとまあそうなるよね、20キロぐらいなるよね。あエレベーターあるよ、エレベーターあるけどだからどうしたって話、うちゃんがエミリのシークレット弾いて大喜びしとる。そんな私のシークレットなんかで喜んでくれるんですか。ありがとうなっちゃん、同郷のなっちゃん、同じ山口なっちゃん、ここは6、5、4、6、5、4、シークレット月始めに出ると嬉しいね。まあ、月始めにシークレット出ると嬉しいよね。
一押しガチャに頼りっぱなし。なんか2期生入ってからかわかんないけど、一押しガチャのそのウルトラレアとシークレットが出る確率が一気に減った気がする。なんかあれかな、かけらが出てからかな、一気に一押しガチャでもノーマルとレアしか出ないみたいなのがザラになってきた。えってなる。そういう予約何回か回して、予約かけらがたまってシークレット出るみたいな感じになった。かけらの影響か。じゃあ苦情入れ、え別に苦情じゃないよ。なんでなんて言うんだろう、結果報告。まあでも結果的にかけらができて絶対シークレットが出るようになったから、あとはなんか日頃の行いかな。私が今月ぐうたらだったから多分徳を積んでないからだよ、うん、そうきっとそう。え、俺はこない悪いのか、うん、じゃないですか、じゃないですか。はい、かもしれない。お、そろそろランキングの発表のお時間になって、ま、近づいてきました。最後まで粘ってた人たち100位以内に入れましたか、入れましたか。ちょっと私も最後にちょっと1回やっとこう、ちょっと1回やらして。普通に家の氷、これ本当はね買ったらもうちょっと細かい氷がいっぱい入ってるんですよ。家でどうやって得を積む、そうなんですよね。あ、もう発表されたんだ。うーん、私結構ニュース見るので、うん、ぶどう味、うん、これはねザクロかな、ザクロ。これ3種類ぐらいあって、私もっとあるのかな、でも私が持ってるのは2つしか持ってないけど、あとマスカットがある私の家には。なんだろうな、でもなんか自分を大切にするのも一つの得だと思う。大切にするっていうか自分を甘やかさないっていうか、大切にするけど自分を甘やかさないかな。うぬ、うぬ、まあそうだよね、今まで気を緩める状況にはない。まあ、そうですよね。すごい、海ほたるパーキングエリア、めちゃくちゃ道路が綺麗だった。確かに家にいること自体が徳を積んでる。そうそうだよ、ゴールデンウィーク始まります。なんかもう始まってるの、ゴールデンウィークって始まってる人もいるの。今日ってさ祝日だった、うん、
昨日か、昨日か、昭和の日、昨日だった。ウィーンとステイホーム、ステイホーム、あ、昨日から、人によっては昨日から。そっか、こんなに寂しいゴールデンウィークなかったな。ゴールデンウィークって絶対握手会あったし、寂しい。なんだろう、なんだこれは。ね、握手会あったよね。2日連続3日連続あったもんね。てか今年もあるはずだったもんね。ね、フラワーフェスティバルも中止になっちゃったし、今年。いつ会えるんだね、みんな会えるまで元気でいてね。元気で会おうね、本当に。ステイホームでいましょう。ゴールデンウィーク何しようかね、本当にそれな。ゴールデンウィーク何しよう、そうだ、ミサンガ、私はミサンガをゴールデンウィークで編みます。うん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 、本当に眉毛ない。でん、眉毛、眉毛なしんだ。眉毛描こう。あ、そうだそうだ、ランキング読まないといけない。ちょっとじゃあ眉毛描いたらランキング読みます。適当に描いちゃおう。えいえい、眉毛完成。より可愛くなった、ありがとう、ありがとう。始まり始まり、でん、第28回おすすめイベントランキング、イエーイ、拍手。順位逆でいきたいと思います。まず100位から81位いきます。ヒロさん、ソーヤンさん、トレキさん、8月小太郎さん、おいしい水さん、Q さん、おじゃさん、としきさん、アルタイルさん、真夜中の月さん、心のマーチさん、コサイゴ台湾さん、イトッピさん、サッカーボーイさん、タネさん、元成48さん、虹の戦士森健さん、タックンさん、エイティさん、中ちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。次80位から61位いきます。おいでませ元気さん、サッコさん、夢に向かってさん、畑沢さん、フルフルさん、リンゴ飴さん、リーチさん、ハッチーさん、にゃんこ侍さん、せいくんさん、コーズさん、ショエイさん、ケントトさん、くまねパパさん、ポチさん、えへへへへへへさん、エネーブルさん、ナドさん、ニシさん、カズさん、ありがとうございます、ありがとうございます。どうやったらそこに入れるの。ひたすら七並びをしたら入れます。頑張ったら。努力は必ず報われます。七並べの努力は必ず報われます。本当にこれは言える。本当に努力した分だけマイナスにはならない、決して。はい、次は60位から41位、くもめぐりゆみりんさん、遠藤ゆみりんダイスさん、まめさん、まこさん、なるかみさん、ぼっち3号さん、のりみよむろさん、たぴさん、ゆみここあゆみゆなそさん、あかさん、ようちゃんさん、ヤマニン661号さん、48位さん、ナリバーさん、さやあやかピースユミリヨシさん、ハシケンさん、ユミリン楽し支店長さん、ユッキンさん、ベッキーさん、瀬戸内に住みたいカツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
お、入ってた。ありがとうございます。ありがとう。次40位から21位まで読みます。西宮のヨネさん、ユミコの水蔵食べたいさん、夢のサンタさん、ユウキさん、リッカラさんがトールさん、石秀なこユミコさん、コメッコさん、リュウジさん、イヤス系さん、ウィンパティさん、京太郎さん、リキヤさん、アキンドさん、宮地リボンの人さん、南南星さん、ゴッドバードさん、バーストおじさん、リョーマさん、ジュンさん、ケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次は20位から11位まで、だーん、一文字さん、たけすけさん、はやぴさん、パムさん、そして私ユミと七並べ16位でした。残念、受血入れず。ウッシーシさん、ナオさん、スランプくんさん、翔平さん、モルルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。確かに選抜ギリギリ入れました。ギリギリ選ギリギリ一番端っこですが入れました。本当に本当にさよなら。でん、次は10位から7位の皆さん。10位、まっちゃん0059さん、ありがとうございます。9位、すぎやんさん、ありがとうございます。8位が大吉さん、ありがとうございます。7位、ゴーセブンさん、ありがとうございます。すごい7に囲まれる5 ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。次6位から4位やります。でーん、6位しょうちゃんさん、ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位アルトさん、ありがとうございます。アルトさん。4位、コーラさん、ありがとうございます。コーラさん、ありがとうございます。でん、3位、クリーミーさん、ありがとうございます。クリーミーさん、なんか上位の人たちはみんなショールームを見てくれてそうだな。ありがとうございます。ありがとうございます。クリーミーさん。2位、エビさん、ありがとうございます。エビさん見てる、エビさんありがとう。確かに上位の方って結構当たるな。それだけ回数やってるから対戦しますね。そして第1位がでーん、ファルコンさんでした。やっほーファルコンさん、やっほーファルコンさん、ありがとうございます。見てる、ありがとうございます。滝の押しでしてくれてありがとうございます。ファルコンさんのポイントは100,000,100,000,10,000,100,000,522,000,5,659 ポイントでした。すごいすごい、ありがとうございます。マルコンタン第28回押し紙はファルコンさんでした。ありがとうございます。そしてタワーがエビさん、滝野さん大好き、ありがとうございます。タワー
桃太郎さんタワーだ。ありがとうございます。兄様兄様兄様ありがとうございます。いらっしゃいいらっしゃい。エビさんありがとうございます。いらっしゃいいらっしゃい、ありがとうございます。ありがとう。いらっしゃいエビさん、いらっしゃいエビさん。ありがとうございます。そしてでーん、第29回推しメンイベントランキング速報読んでいきたいと思います。今日今日の3、4、5、6、7、8、9、10、11、約8時間で頑張った方、もうはいはい、今の段階での100位以内を読ませていただきたいと思います。それでは100位から50位まで読んでいきたいと思います。いきます。フッキーさん、ユーティーさん、真夜中の月さん、ゆうきさん、ともやさん、ようちゃんさん、サッカーボーイさん、なんなんせいさん、もじさん、ゆるゆるさん、ぽちさん、さかたが48人さん、AE86 さん、チャーリーさん、えびさん、けんととさん、りょうたろいえさん、S さんさん、なぞさん、ゆみりんと合体さん、せいくんさん、フォルクさん、ウィンパディさん、みつきーさん、石ひでなこゆみこさん、にしさん、ゆみこの水蔵食べたいさん、おいでませ元気さん、リーチさん、トシキさん、アルタイルさん、イトッピさん、ドラガンさん、高尾発大財さん、スプーンさん、虹の戦士森健さん、ポポンタさん、カズさん、ユビンのクマちゃんさん、リョーマさん、札幌のウッシーさん、滝野由美子 MK2 さん、クマネパパさん、ソニック885さん、サヤブーヤンさん、ゴッドバードさん、コーズさん、大吉さん、三日坊主さん、シュウさん、スランプくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。絶対100位以内で終わる、頑張ってください。速報入ってくれてありがとうございます。よく見る名前から、お、頑張ってくれたのかなっていう名前から、今日当たった人の名前からありがとうございます。それでは49位からいきなり11位まで読みたいと思います。お、ショールーム中ずっとしてた、ありがとう。いきます。チョコマロンさん、コメッコさん、アクアさん、ひろひささん、ウッシーさん、一文字さん、シューン湘南の声さん、夢に向かってさん、のりみよむろさん、くまめぐりんゆみりんさん、じゅんさん、りんごあめさん、ゆみりんよしあかりんさん、西宮のよねさん、カピさん、激辛さんがとおるさん、けんさん、そうやんさん、モルルさん、大先生さん、たけすけさん、たねさん、しゅうあんこさん、夢のサンタさん、鳥海浩二さん、かなとゆうとゆみりんさん、たけしさん、そして22位、ゆみりんと七並べ、イエーイ。22位でした私、にゃんにゃん。じゃ21位、トムさん、ユッキンさん、ヤマニン6615さん、癒し系さん、アキンダさん、ミズさん、ナオさん、ハヤピさん、エンドユミリンダイスさん、アルトさん、クリーミーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。にゃん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 でした。それではじゃあ10位から4位まで読みたいと思います。いきます。ファルコンさん、まっちゃん0059さん、はしけんさん、ゴーセブンさん、ナリバーさん、ベッキーさん、すぎやんさん、ありがとうございます。そして第3位、瀬戸内に住みたいカツさん、ありがとうございます。第3位。第2位、クマさん、ありがとうございます。クマさん、ガムさん無理だ。そして第1位がコーラさん、ありがとうございます。コーラさん第1位、ありがとうございます。またね、時間があるときに中間発表とかいつかいきなりできたらいいなと思っているので、皆さん
読まれたい方は気を抜かずに。あ、ユミと電話したい、ありがとう。そうなんです、このえいスマホでお話し会参加者決定戦。スマホでお話し会は選出されたメンバーとアプリユーザーの方、皆さんがスマホで3分間通話できるイベントとなっています。スマホでお話し会に参加するのは推しメンランキング上位10人のメンバーとなりますということなので、私は現在ね1日目ですが1位なので、今のところはこの参加権利があるということですね。はい。そしてそのメンバーとお話しできるのは応募者の中の皆さんの中の各メンバー別に抽選で選ばれた5名のユーザーとなります。つまり私と電話ができるのは5人です。その5人をどうやって選ぶかっていうと、上位5人っていうわけではなく、あのこれ抽選なんですよね。でも抽選って言ってもなんだろうな、抽選ですが、あの推しメンイベント獲得ポイント1万ポイントにつき一口の応募、まあ応募口数が多いほど、まあもちろん当選確率は上がりますよねっていう話なので、もちろん上位の方ほど応募されたらその確率は高くなりますよっていうことです。ポイントが多いほど確率は上がります。ただこれは応募受付があるので、全然例えば1位だけど、いやちょっとこれあれなんですよ、あのこれ2人で内緒の話じゃなくって、電話はなんか生配信されるみたいなので、ちょっとそれが恥ずかしいって方とか、別に私と3分間話すことより7並びを頑張りたかっただっていう方は別に応募しなくてもいいのです。応募したら応募権利はあるよって方か感じ、一口に1万ポイントにつき一口応募権利はありますっていう感じですね。はい、嫌すぎる方は応募しなかったらいいですっていう話。別にただ七並べを頑張りたいだけの方は七並べ頑張ってください。ガチでこれ作っちゃいそう。え、いいじゃないですか、公開告白いいじゃないですか。はい、何を言っても全部聞かれます、その代わり。はい、みんな俺の声聞いてる、うん、その勢いで言ったらいいと思います。うん、公開プロポーズいいと思いますよ。私も絶対結婚しようなって返してあげますよ、もう全然。3分って握手会とかでもどんな話するんですか。なんか人によるかな、全然人によるから、なんかなんだろうな、私あんまりまとめて出されることないんですけど、そこまで。レア、え、私まとめて出したことあるのにって思ってる方は割と私の中ではレアキャラっていうかレアな感じ。私はなんか他のメンバーよりもまとめるねっていう人は少ないイメージ。なんかだからなんかなんだろうな、まとめて出す方と話すこと、え、なんかその方の聞きたいことがあったらこっちが答えるし、あとは普通に相談に乗ったり相談に乗ってもらったりするかも。なんかなんだろう、本当にガチの相談をこっちが乗って、なんか普通に相談、普通に真面目に相談、なんかそう人と話、なんかファンの人と話してるっていう、普通に相談に乗ってる感じのこともあるし、逆になんかこっちが相談、ガチの相談することもある、なんかなんうんかな、
だし、あとは話すことがないって言われたらこっちが延々と喋ってるかな。私話すのは基本的に好きなので、なんだろうな、握手会、私結構人見知りするんだけど、実は握手会でそんなにまとめて出す人ってなんか割と来てる方だったり、まあなんだろう、初めましての人でも結構話せたりするかも。話したり、握手会ではあんまり人見知りしないかもしれない。私のことを好いてわざわざ剣取ってくれてる人だからなんか話せちゃうそうだから、なんか話すことないって言われたらもうこっちが延々と話してるし、延々と質問攻めしてたりもする。逆に、え、なんか初恋はいつですかみたいな感じの、なんか本当にこっちが普通に知りたい話をずっと聞いてる。で、なんかそんな、だってショールームとかでさ、ここで話しててもさ、知らないこといっぱいあるじゃん。私のことも知らないかもしれないし、その人のことも知らないことが多いから、なんかめっちゃ普通に興味のあることを延々と聞いてる、本当に。だからなんか握手会とか始まって、なんかまとめ出しするしたいけど話すことないとか言う人は、全然なんか聞きます。私が聞くし、なんか自分の話とかするかも。なんかこの前実家に帰った時みたいな、なんちゃらでこれが面白かったんだよねみたいな、なんかショールームでもメールでも話してないネタとかを聞いて、本当にみたいな。あんまりなんかショールームではちょっとギリギリ合うとかもみたいな、なんだろうな、話とかもう、なんだろう、多分変に誤解されて変に拡散されちゃったら嫌だから、ショールームでは話すのをやめようみたいな、なんかうまく言葉で伝えれないから、多分これを誤解して拡散されると嫌だから言わないけど、なんか握手会で言えることって本当にいっぱいあるのね。相手を信頼してるからこそ、まあ、それは本当に信頼してないと言えないんだけど、そうだからなんか、うん、話すな。みーちゃん2杯目、なんか私ちょっと濃いめが好きなんだよね、だからちょっと濃くしちゃう。このみーちゃんの標準は水みちょで4:1なんですよ、薄めに。だと3:1で程よく、2:1で濃いめにみたいな感じで、別に2:1でもいいだし、私は濃いめが好きなんで割と2:1ぐらいかもしれない。でもこれはちょっと今薄めに作った、3:1ぐらいかな。これは1000円ぐらいかな、1本。そんなにしないかも、500円ぐらいかなちょっと前に買ったからあんまり覚えてないんだよね。公開されてもいいから混み合った話しましょう。あ、もうそれは全然公開されてもいいから混み合った話したいんだと、もう全然こっちだって聞くしこっちだって話しますよ。もうバリ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 握手会のテンションで言っちゃいますよ。あ、健康に良さそう、健康にいい。なんかもともとお姉ちゃんが飲んでて家で、それを勝手に飲んでたのが買ったきっかけです。はい、確かに話すことメモっとかんとね。そうだね、しりとりしてもよかですか。あ、それはめちゃくちゃ面白いし、多分聞いてる人も面白いと思う。何こいつ七並び頑張って3分間 しりとりしてんだよみたいな感じで。どこで売ってるの？これは薬局で買いました、普通にかな。ミーと結婚したい、絶対結婚しような。ミー来世結婚しよう、来世結婚しような。ああ、薄い手袋じゃ嫌かな。あ、本当だったら、ま、なんだろう、今だったらそうするべきかもしれないけど、本当だったら多分手袋してたら外してくださいって言われちゃうね。あ、髪色に似合ってて可愛い、この黒い服。
確かに黒髪だからなんかより一体感があってあれなのかな。今世はダメ？あ、全然ダメじゃないですよ。全然ダメじゃないですよ。ライライライスに結婚申し込みます。申し込むのはただだから、結婚するしないじゃなくて、結婚申し込むことは誰でもできますよ。お、1万人ありがとうございます。はい、全然、うん、全然できますよ申し込みなんて。じゃあ申し込ませていただきます。どうぞ申し込んでください。結婚も抽選か。抽選か。そこは私に選ばせてください。それは忖度しますよ。忖度っていう、普通に抽選にするのは抽選と見せかけて私が選びます。結婚はね、結婚は抽選はダメでしょ。それはそこは絶対抽選か。言い名付けだね、それはもう。じゃあなんか決められた結婚、決められた結婚か。なんかそう、私だから最近少女漫画をすごく読んでるんですけど、いいなずけっていいなっていいないいなずけなんて本当に漫画の世界だし、漫画でしか読んだことないけど、なんか漫画で言ういいなずけって大体結局好きなんだよね、お互い。嫌な一人だったりして、いや漫画だと言い名付けって大体なんだろう、例えば好きな人がいる、でも私には言い名付けがいるらしいで、なんか16歳か18歳かになって言い名付けの人と会います。え、私の好きなあの人じゃんみたいな感じのパターンなの漫画では漫画ではかなんだろう、言い名付けがいるけど他に好きな人がいる、両思いのの人が奪いに来てくれるみたいな感じの、結局なんかハッピーになる、言い名付けがいようがいまいが。まあそうだね、漫画ではそうだね、うん、花壇だって、だって道明寺は言い名付けっていうか、いた茂っていう女の人がいたんだけど、あれは多分あれは言い名付けだよね。だけど結局つくしちゃんと結ばれたから、言い名付け大体イケメン。あ、それな、それな、そんな人いたな。そう、しげる、あと海ちゃん、海ちゃん、あ、そうし、勝尾なつきさん、そうそう。いいなずけ大体金持ち。てか金持ちでしょ、いいなずけがいるって大体。普通にお互い。お互いそうでしょ。F4 に入りたい。え、みんなは F4 に入るとしたらやっぱりあれですか、鼻血悪いですか。鼻血悪いですか。バイオリン弾いちゃいますか。
きの。あ、西方総二郎派です。いいとこつく、つくつく。総二郎、なんか西方さんの話の時になんかすき焼きかなんちゃらが、夕焼きか朝日かで夕焼きかな、なんか看板がピカってなってすき二郎ってなるの。それを見せたくって、女の子は西方さんのことが好きな、だからここに来てって言うんだけど結局行かなかったのだけど、いや行ってみてってなって、そしたらそのなんか夕焼けで好き二郎ってなってこんななってるのがもうこっちもってなるの。でい、ハルコンさん4月7並びありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ハルコンさん1位ありがとうございました。ハルコンさんただありがとうございます。わっしょい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 。あ、金太郎、ほんとだ金太郎だ、ありがとうございます。マスカリカついだ金太郎。ちなみにこのブックはじゃん27回の続きなので、あと2回分ぐらいいけそうだな。私の歴史に刻まれるノートになってます。ここに刻まれるのは、次はあなただ。俺も頑張ってください。これ私今リップ塗ってるからもうめちゃくちゃね、この口つけるとこがめっちゃ赤くなっちゃうんだよね。それが嫌であんまりメイクしてる時に飲まないけど、まだ氷あるからこの後にまた3杯目4杯目をついでお風呂で飲みたいと思います。山坂キラハはいないの。あ、山坂さん、山坂さんいいよね。わかる、わかる。西方さんのなんかちょっとクールビューティーじゃないけど、クールと見せかけてのなんだろうな、正しいこと言ってるっていうか、背中を押してくれるっていうか、なんかすごく嘘は言わないっていうかのもいいですよね。あ、花壇見たくなってきた なんか、あ、ギルディ見る見る。で、私さ、何話を見てたんだろう、あれ。この前さ、1話の総集編見ててさ、うふぅ、はぁってなったんだけどさ、私がさ、見たのって2話なの ?3 話なの。私が普通に見たと何話なんだろうなぁ、と思って。そう、ドロドロ。本当にドロドロ。あ、3話。私が見てたの3話か。先週1話を見ました。それで3話しか見てなかったんだけど、今日2話みたい。そうだからこれで私の見てない話はなくなる。え、そんな問題ない。もうなんかはぁーって言ってる一人で、めちゃくちゃキモいけどなんか本当にドロドロ、全員裏切り者っていう意味が分かった1話を見て。私3話見て、いやでも新川優愛さんすごいいい人じゃんってなったんだけど、1話見てあっ、うん、ってなった。家政婦のミタゾノ、そう、なんかこの前
三田園金曜日じゃん、私見るの忘れちゃってて、うわってなってすぐ実家に連絡して、三田園撮ってるって言ったら、撮ってるって言ったから、いつか帰った時に一話を見ます。明日は忙しいよ、ラプンツェル見て、三田園見て、スチューデンツ、明日のスチューデンツ出ます、イエーイ。そう、卵焼きの、ぜひ見てください。そう、久しぶりに出るスチューデンツ、スチューデンツ、ラプンツェル、そう、私の好きなラプンツェルです。私の歌、私の歌、輝く未来をオーディションの時に歌ったんですよ。すごく好きな曲なので、なので、はい、すごく思い入れのある物語です。髪は長くないですが、そう、明日あるの、見なきゃ見なきゃ、一人で見るよ。でだからちょっと迷ってる、ショールームをしながら見るか、なんか一人で見るの寂しいんだよね、金曜ロードショーって。すごくなんかすごい孤独感に襲われるんだよね、金曜日って孤独感に襲われるの、私、あ、私って一人なんだってなるの、なんかわかんないけど。そう、なんかだけど、なんか見ながらやっちゃうと音が出せないんですよ、テレビの。だからなんかだし、なんか一人でこうやってずっと見てるわけにもいかなくね、皆さんとも会話もあれだから。でもなんかそう、どうしようかなってなってる。しかもラプンツェル終わったら次三田園があるから、なんかちょっと迷ってるのが、8時から9時まで配信するか、明日、あとはもう私のテレビ時間にするか。だからラプンツェル何時に終わるんだろう。三田園はね、11時半に始まる。10時54分か。じゃあ終わってから30分配信みたいな感じになる。三田園面白いよね、面白い。そう、テレビっ子なの私。基本テレビ中心で動いてるんだよね。なんか高校の時にめっちゃ仲いい友達とすっごい毎日連絡取ってる唯一の子がいたんだけど、なんかよく喧嘩になってたのが、連絡か全然返してくれないけど、何してたのって言われて、テレビ見てたって言って喧嘩になってた。なんかあ、三田との15分からなんだ、本当だ。じゃあ15分だけ配信するみたいな。いや、それだったら8時から9時まで配信します。それだったらちょっとまた明日メールするね、それだったら、それだったらって。そう、テレビっ子です本当に。あとはラジオも聞く。だから逆に YouTube とかはあんまり見ないんですよね。そう、今の子には珍しくテレビ見てるか、まあ、ラジオ聞いてるか。実家だったら割とね、そう、ラジオ、お母さんとかがラジオ聞くから。かかるって映るってこと、あ、か、そう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 、ちょっと方言か、かかるって。
実家の自分の部屋にテレビあるの？え、ないです。普通に1個しかないテレビ。てか自分の部屋に私ベッドもないんだよね。自分の部屋って、ね、勉強机、あと電子ピアノがあるな、かな。ベッドもない。なんかあんまり部屋、自分の部屋に行かない人だった。ほとんど帰ってきてほとんどリビング。お布団なの？あ、寝室があって、そこでお母さんと寝てた。いや、ピアノ弾けるの？ソナチネとバイエルとか。勉強くらいなのかな。勉強もなんかリビングでやる、なんかリビングで勉強するっていいらしくってなんかいいらしいですよ。なんかリビングで勉強するのが多かったの。私基本的に一人があんまり好きじゃないので、一人っていうのがちょっと怖いっていうか、夜なので。あんまり自分の部屋は何するの、本当に夜中までテスト勉強とかするときにいるか。え、何にもしない、特に自分の部屋で物を置いてある、自分のかな。テスト直前に詰める、そう、直前に詰める人です、私。家族仲いいんだ。あ、仲いいです、仲いい。一人になりたい時以外使わないよ。そうだね。てか一人になりたい時っていうのがあんまりない人生だった、私は。姉妹でチャンネル争いあった。あー、なんか録画するか見るかみたいな感じ。その見たい番組が被ったらどっちかを録画してどっちかを見る。でも私はその番組見たいし撮りたいだけどみたいになって、いやでも見るんだったら撮らなくていいよねって、今見るんだからっていつも言われてた。パパのチャンネル権ある。あ、うちなんかお父さん絶対権っていうか、お父さんがダメって言ったらダメだし、お父さんがいいよって言ったらいいし、だからお父さんがチャンネルを変えるならば、なんかめっちゃ反抗するけど結局みんなでそれ見るみたいな感じなる。でもさっきまでそれ見とったに、変えて変えてよみたいな感じになって、たまに変えてくれたりするけど、その変えてくれるか変えないかもお父さんの判断。でも変えてくれたりする、別にお父さんのみたいななかったら、なんかこうピリピリって変えるけど、あ、面白いないなって思って私の見たいやつに変えてくれたりもするけど、父さんは野球中継見る人。うち野球は見ない家族だった、そんなに。だからその広島来るまで野球のルールとかもしない。あ、なんか山口だから割とねカープじゃないんですよ。あのね、福岡の方になるのかな。だった。前帰った時にびっくりした。その広島に住み始めて実家に帰った時に、あ、今日カープあんじゃん、見ようと思ったら、え、ソフトバンクやってる、え、カープ映んないのみたいな感じになってた。そう、ソフトバンクの方がかかって、それもそれすら知らなかった、私山口に住んでて。
か本当に広島に来るまで本当に知らなかった。なんかそのワンスリーアウトで交代じゃん、なんでそのボールとかでさ、そのついてくじゃんランプが、あれって何したらランプつくんだろうみたいな感じで思ってたし、あと裏と表が分かんなかった。最初行く始めるときに何回裏 CC ダンスがあるから5回の裏かな、だからこう何回5回の裏に CC ダンスがあるって言われても、裏って何、え裏って何ですかみたいな感じだった最初。でもやっぱり広島に住んでると本当にカープって本当に隣にあるものだし、自然となんか野球を知っていくし、もう自然とのめり込んじゃう感じ、ドバーッと。なんかこんな本当に野球知らなかった私でもめちゃくちゃ大好きだし、そうめちゃくちゃカープ好きです今では。もちろんね、そのそれまで全然知らなかったから歴としてはちょっと浅い方なのかもしれないけど、うん、まあ、でも売り子やってたからその間にいろいろ学んだかな。分かんないこととかあってもお客さんに、え、あれ何してるなん、あれって何してるんですかとか、今どういう状況なんですかとか聞いてたりした。でもなんかカープも好きだけど、カープを応援する一体感がすごく好きだった。売り子しててなんか、うん、行きも帰りも、帰りとか特にもうカープロードっていうなんか大きい道があるんですけど、ホコ天になるぐらいのもうがもう真っ赤になるんですよ帰りとか。とかすごい本当になんか、なんかみんなに応援されてるカープってすごいなって素敵だなって思ってました。うん、なんかカープがすごくて好きになったのもあるし、カープを応援してる皆さんが素敵なのもあってカープが好きになったって感じかな私は。それで私が売り子始めてカープ好きになった年にちょうどカープが優勝した25年年だったので、本当になんか、うん、よかったです。確かにね、早く野球ね見に行きたいよね。学校でカープの授業があるんです、うん、そうなのかな、私は高校まで山口なのでわかんないかな。そうだから著名人リレーとか本当に出てたのすごく嬉しかった、毎回見てたから。そう有名人の方がそれでカープを歌ってるのすごく嬉しかった。始球式もできたのすごく嬉しかったし、始球式の裏とかでその売り子時代にお世話になった方とか、まだ私がやってた時に売り子やってる子とか何人かいたんだけどとちょっと会えたりとか、また売り子も割と裏動線使ってたのでそこ通れたりとかして嬉しかったです。またね始球式できるといいな、景色したいですね。なんかヤフーの記事かな、そのなんか昨日かいつだろう、先週かな、先週でもないかな、なんかその野球がどうたらで記事になってて私の写真出てたんだけど、ブッサイクって本当に豚みたいな顔してて、あマジで豚だってなって一瞬で閉じた記事を。だからちょっと正直何が書いてあったかちょっとあまり覚えてないぐらい一瞬でなんかブスっていうか豚だった、うん、豚だなって思った。そう自分のこと豚だなって思ったのは七並べのあのCM カードぶりかな。はい
なんか可愛くないなとは思うけど、豚だなって思ったのはそれぶりぐらいですかね。青春派って書いてね、それは嬉しいですね、ありがたいですね。お札指に挟んでて、なんかそういうとこもあるみたいですけど、私のとかポーチにお金入ってました。ポーチでやってました。自分でポーチ分けるところがあって、なんか自分なりの入れ方とかがあったな。そういえばあったな。キルいくらする？700円だった。マツダスタジアムは。おつまみが200円かな。ウリコ姿見てみてね、いつかなんかウリコできたらいいよね。マツダスタジアムで1日ウリコみたいな感じでできたらいいね。楽しそう。タンク空になることはある？ああ、あります。だからそのタンクを交換するところっていうのがあって、そこに行ってタンクを交換します。だからなんかタンク、あ、もうタンク空になっちゃったっていうタイミングですいませんって声かけてもらうこともあるんだけど、すいませんちょっと空になったので出直してきますって言って出直してきてます。私はその頃からあんまり記憶力がなかったから、すいません後で来ますねって言って、いや待ってさっきの席どこからどこだっけなーみたいになって、降りて上がって、いやここじゃなかったここじゃなかったここじゃなかったって3回目ぐらいで、あこの人だ、ごめんなさいお待たせしましたみたいな感じだったりした。そう、なんか席東の何番みたいな感じでこう通路の番号が決まってるんだけど、それを覚えるんだけど、タンク交換したら忘れちゃうの、なんか交換されちゃうの一緒に、なんか記憶がピンって、でよしタンク焦がしていこう、あれあれなんかあの辺の席だった気がする、私は左から来たからとりあえず左に行こうみたいな感じで行ってた。うん、その頃から記憶力はなかった。そう、待ってくれてない、あ、なんかそう、でもね待ってくれてるのそういう方って大体、だからこそだからこそあいいやってなんないで、やばい早くあの人のとこに行かなきゃってなる。待ってくれてるの、すいません後で行きますって言って、あ待ってたよってね、待ってくれてるの、その他の人とかが通ったとしても。うん優しそう、優しい。常連たくさんいて、え、わかんない、常連はねいなかったと思う多分。あまた来てくれたねこの間の子みたいなことはあんまり言われたことないです。こっちもそんなに覚えてないし今ではね、だから本当に今握手会で皆さんのことを覚えてる私が、なんかあの時から比べたらすごくすごいと思う。なんかうん本当に皆さんのことは覚えてるの。だからその分みんなが多分本当に来てくれてるんだよね握手会に。私が覚えるぐらい、私がすごいんじゃなくて、やっぱみんながすごいんだな。
13夢のサンタさん、5月も七並び頑張ろう頑張ろう、ありがとうございます。12アルタさん、5月も頑張って並べます。お、よろしくお願いします。七並べ、11位がおりまして、元気さん、女神、七並べ、微力ですまん、5月もっと頑張ります、頑張ってください。微力ですまん、まあ誰のカード使ってるか分かんないですけどね。10位がハルミンさん、滝の横、神吉、ありがとうございます。9位がみずさん、七並べでメンバーと会うと慌てます、あ、私もああってなっちゃうありがとうございます。8位スランプくんさん、今日は気分下げ気味だったけどデミリ配信で復活、お、復活よかった、復活していい5月を迎えれますね、ありがとうございます。7位フルフルさん、ゴールデンウィークも七並べで元気に過ごしましょう、過ごしましょう、ゴールデンウィークは七並べウィーク、ありがとうございます。6位マスミアンさん、ありがとうございます。5位ゴーセブンさん、ゴールデンウィークは黙ってお家で七並べ、明日も一日頑張りよりん、ありがとうございます。4位がキャスバルさん、七並べ同様の1位におめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。あ、ファルコンさんとエビさんに言ってるのかな、もしかして、ありがとうございます。3位コーラさん、2回前名前呼んでくれてありがとう、こちらこそ、七並べたくさんやってくれてありがとう。2位エビさん、滝野さん大好きって言ったことなかったけど大好きです、え、嬉しい、ありがとうエビさん、七並べもチョルムもありがとうございます、トアもありがとうございました。1位がファルコンさん、5月もおうちで STU 頑張りユミリン、頑張りユミリン、トアもありがとうございました、七並べもありがとうございます。はぁ、5月になっちゃう、5月もよろしくお願いします。メール取ってる方、5月もよろしくお願いします。1日の夏送ります。4月もありがとうございました。5月も1ヶ月頑張りユミリン、おやすみなさーん。